9分で描いた絵なんだよところがそこのその王立動物園の鹿っていうのがその当時のユリアナ王女っていうのがすごい可愛がっててで人気だったんだよユリアナ王女が飼ってる鹿みたいなことで<ー>ほんでこれをポストカードしたら大人気になってめちゃくちゃ売れたんだよ。<ー>だからこれがオランダで一番有名な メーヘレン作品になったんだよでここでもまたメーヘレンは「んだかな?」が出るわけだよ。いやあんなね「ちゃちゃ」って書いただけのどうでもいいようなねデッサンがね「ユリアナ王女の鹿」っていうだけで売れるんやと。